回、6回、7回といずれも先頭バッター出てるんですよ。そうですね、まあ、変わりますね。でもそうですね、はい、やっぱり1、2番が結構ね、はい、打ってるので。立山ピッチングコーチが出ました。そして新庄監督がピッチャー交代を告げました。あっと外れた、フォアボール。さあランナーがたまる。今宮選びました。9球粘ってこのフォアボール。はい、このフォアボール大きいですね。価値あるフォアボールを選んで、そして新庄監督出ます。結局杉浦は1人だけですか。はい、田浦も今シーズンこれが5試合目、早くも5試合目のマウンド。でもそんなに高く来た。一塁は、まあ、これ内野手も下がったので、はい、最悪ゴロでももう1点取れるので、三振だけしないようにですね。しますね。これですね。ここも落としてきました。はい、系統に出ている。わあ、落とした、三振。ランナーそのまま三振。柳田倒れました。2アウト。勝負するにはこう縦の変化で勝負の方がいいっていうところじゃないですかね。いやこちら新庄監督も徹底しています。このイニングもう4人目のピッチャーになります。北浦が柳田を抑えて、ホームハムのこのいわゆるリリーフ陣ですね、はい、去年と違うところは宮西もいない、玉井もいない、で去年50試合以上投げた池田もいないんですよ、はい、その代わりに若い。そうですね、それがやっぱりこう150球投げるピッチャーが多いって今日国防監督も言ってましたんで、さあ4番の仕事ができますか。山川です。今日はヒットがありません。52キロ、山川。あー、三振。山川三振。このチャンスも生かせませんでした。